ドバイとは、アラブ首長国連邦のドバイにあるおもちゃの、レゴを題材とした世界で7番目のテーマリゾートである。2016年に開業し、中東では初のレゴランドパークとなった。アトラクションの数は40個を超えている。レゴランドドバイは、中東のアラブ首長国連邦内の都市ドバイで開かれ、ドバイパークスンリゾーツ社が展開しているテーマリゾートである。レゴランドドバイの他にも、 シックスフラックスなどといったテーマパークを運営している。屋外パークの他に、レゴをテーマとしたレゴランドウォーターパークドバイ、リゾートホテル、商業施設が隣接しており、テーマリゾート化している。2008年5月7日に一度ドバイに、新たなレゴランドパークを2011年をめどに開業させると発表されたが、延期になったため、アジア初進出のレゴランドマレーシアが先に開業した。 レゴランド、ドバイうちには6つの世界を表現したエリアがある。おもちゃのレ語で作られたミニチュアの世界が楽しめる。建造物は、国内にある世界一高いビルのブルジュハリファを、はじめとした、高さトップ10の建造物群や、アブダビのシェイクザイードグランドモスク、ジュメーラ地区の海岸線などが、ミニチュアサイズで、再現されている。レゴブロックの人気シリーズ、キングダムスの世界を再現。 中世ヨーロッパの城や城下町を眺めるローラーコースターやアトラクションを豊富に用意する。その他、レゴブロックを使って想像力を高めるエリア。冒険家を待ち受けるレゴの魅力を打ち出した作りとなっている。隣接するレゴランドウォーターパークは2016年11月15日に開業した。プールの他にはウォータースライダーやアトラクション展開もしている。ありがとうございます。